はい、どうもデルです。さて今回はですね、デビューイベントないのっていうねお話なんですけれども、何のデビューイベントかってもう言わずもがなだよね。ウルフハウルハーモニーとザ・ジェットボーイ・バンガーズとキッド・フェノメロンね、この3グループが8月23日にねデビューをするわけなんですけど、その当日8月23日に何かしらこうデビューをね、まあお祝いするというか、まあね、そういうデビューに記念したまあイベントというか催し物がないのか、とあるなら発表してくれよ早くと、もう2週間切ってるんだぞと、そういうねお話になってきます。というわけでね、よろしくお願いいたします。いきましょう、チャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。では本編へゴー。はい、ということでデビューイベントねえのかっていうところだと思うんですけれども、これはね多分多くの皆さんがね、疑問にというか、ちょっとねいつなんだよっていうね、いつは解禁してくれんのって思ってくるところだと思うんですけれども、思っているところだと思うんですけれども、そうだよね、だってもう2週間切ってるんだぜ、いやないのかとね、そういう風に思いますよね。僕もねずっとねやっぱデビューイベント、まあ、もちろんファン向けにやるんだったら早くね解禁してくんないとね、やっぱ皆さんね多分ご予定とかでスケジュールの都合とかいろいろねあると思うんですよね。まあ、僕はもうあらかじめあるだろうという予測のもと、8月22、23、24っていうこの3日間ねお休みを抑えているので、だからね、まあ、いつ情報解禁されてもこう行くようにできるんですよね、ファン向けに開催されるんだとしたらね。いやだから、やってかデビューってさ、ファンとアーティストでまあ祝いたいじゃんやっぱさ、だからねやってほしいですよね本当に。だからデビューイベントやるんだったら早めにね、もうだって2週間切ってるし、早くもうそろそろね解禁してくんないとっていうね風には思ってるんですけれども、ないはないよね、さすがにね。あるよね、デビューイベントあるよね。いやリルリーグもやってたっしょ、で多分サイキックフィーバーとかもやってたもんね。うん、デビューイベントやろうぜね。あとさ、まあいろいろね疑問に思うところで言うと、ファンクラブとかね、ね、いつできるんですかとか、まあ多分ねデビューしたらできるんでしょうけど、そういうのの解禁とか、まあねいろいろあるから、デビューイベントやってよって思ってるんですよ僕はね。やらないとおかしいよね。でも万が一ファン向けじゃなくてメディア向けだとしたら、俺呼べよっていう話ね。だってもうさ、 LDH オタク YouTuber として特にね、やっぱこのアイコン Z 第2章のねこの3グループっていうのは手に塩をかけてね、やっぱこう応援してきてますから、もう本当に最近ではもうお前アイコン Z チャンネルだろみたいな感じの感じはあるじゃん。もうアイコン Z チャンネルだろって、ネオエグザイルチャンネルだろみたいな、そんな感じで、もうリルリーグ出して、ウルフ、特にウルフですよ、ウルフハーモニーの動画出して、キッドフェノメロンザ・ジェットボーイ・バンガーズみたいな、もうネオエグザイルオンパレードじゃんみたいな、そんな感じにもなってきてますからね、呼べよって。もう私3000人ぐらいのね規模感になってきてるわけで、まあ一メディアとして、一 YouTube チャンネルとして、 LDH 系チャンネルとしてね、やっぱねこうメディア向けにやるんであれば、ファン向けでやらないのであれば招待する、呼ぶ、これもやらないことはもうねありえないよね本当に。だってさ、俺より YouTube チャンネルのね、まあ規模感が同じだったりとか、チャンネルが少ないね、なんだろう、メディアって呼ばれてるわけじゃないですか。いやいやいや俺だろね、やっぱこうアイコン Z のね注目自体も僕のチャンネル高いわけですからね、やりなさいよ、呼びなさいよっていう話ですから、ね、もしメディア向けにやるんであればね、取材人として呼ばないっていうのはおかしいよねっていう話ですよね。まあ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 どうなんだろうっていう話、まだ何も連絡来てない、言っとく、まだ何も連絡が来てない、まあ解禁になってないから来てないっていうのはねあると思うんですけど、いやーどっちにしてもね、ファン向けにやるんだったら俺絶対行くし、もう今回はもうデビューっていうものを、やっぱこのアイコン Z 第2章メンバーね、ウルハウルハーモニーもしかりですけど、きっとフェノメノザ・ジェットボーイ・バンガーズね、もう特に応援してきてますから、だからもちろんファン向けにやるんだったら、是が非でも行く、是が非でもね、絶対行くし、メディア向けにやるんだったら呼ばないわけいかないよねって。だってやっぱもう本当にね、たくさんの方が見てますから僕のチャンネルはね、はい、呼ばないわけはいかないよねって話です。はい、とにかく、とにもかくにも早く解禁しろ、マジで本当に。これね、ファン向けにやるんだったらマジでね、本当にね、俺何回も言ってるよね、2週間切ったらやべえよって、本当に何回も言ってきてるから、
本当にね、そろそろ直して、これに関しては。ましてやデビューイベントでしょ。解禁しなかったらね、本当にもうやんなかったらまずおこだし、うん、だってさ、ファンのみんながさ、デビューを祝えない直接ってさ、やっぱよっぽどじゃん。だからデビューイベントやれよって思ってるし、やるんだったら早く解禁せえよって話だしね、やらないにしてメディア向けにやるんだったら俺呼べよだし、いろいろあるよね、デビューイベントに関して言うと。やりなさいよがまずベースね。やらないわけないよねって俺は思ってるのでね、こうやって休みも明けてるしね、本当に早く解禁してください。やるんでしょどうせね、やるんでしょ。だってやんないわけにはいかないじゃんっていう話なんで、これだけさ注目されているね、アイコン Z 第2章のメンバーですよ。僕ローソン行ったらさ、やっぱりね、こうやってデビューしますよ、ドドドンってね出てたわけですから、広告がね。だからやりなさいよって思ってるわけなんですよ。はい、わかりましたか。やってください、早く解禁してください。もう2週間切ってますからね、みんなの予定スケジュールがあるわけですから、ファンのね、早く解禁してください。というわけで以上になります。チャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。また次の動画でバイバイ。早く。